続きまして、コントロールユニットと、受信機を接続していきます。まずはこちらエルロンですね。で続いてエレベーターですね。続いてラダーですね。とラダーで続いてピッチですね。これは AUX の1番になりますね。で続いてゲイン1ですね。これはプロポの方でホバリングモードと上空モードの感度を切り替えられるようになるチャンネルです。でこちらの方は、ギアに差し込みます。以上で、コントロールユニットと受信機の接続が終了です。接続が終了しまして、一応この機体にこのような形で搭載しました。続き